こんにちは、FBOTV です。今日はもう、もうどこにもネット記事になっていると思いますが、僕の地元、群馬で初の感染確認、40代保育士女性が重症という記事ですた。多分もうこれも、もう発表されてから1週間たたないぐらいで多分この動画アップロードされてますが、多分金曜日ぐらいでアップロードされてます。まあ一応読んでいきます。群馬県 群馬県は太田市に住む40代,の40代の保育士女性が新型コロナウイルス通称 COVID-19 に感染していることが確認されたと発表した群馬県で感染者が確認されたのはこれが初めてで県によると県内の医療機器に入院していて重症だということです 新型コロナウイルスの感染が確認されたのは群馬県太田に住む同じ市内の保育所に勤務する 40, 40代の保育士、女性です。一回ここ行きます、あ。もう、この後、保育園、保育園か、保育園も,も,うもう公開されています。もうね、山本、太田市がもう特訓のとに出してます。 3月7日のまあこの時は多分まだまだ発表されてなかったっていうことですよねまあいきます県によりますと女性は先月27日勤務中に体調不良を感じ2日後に2日後の29日に38度の熱があったため1 1>, 1つ目の医療機器機関でインフルエンザの検診を受け陰性と判断されたその後と今月3日にうと2日目の医療機関で受診しましたが咳や息苦しさが続いたため6日に改めて2つ目の医療機関で受診しレントゲン検査で生え 肺炎と判断されたため、3つ目の感染症の指定医療機関に転院し、7日に県,県衛生環境研究所の PCR と呼ばれる遺伝子レベルの検査で新型コロナウイルスの感染が拡大されたということです。群馬県で感染され 感染者が確認されたのはこれ,でこれが初めてで、女性は入院していた受症だということです。まあさっきも女性はこの間3日にわたってマスクしたりそう、マスクしたり、相対したり、して勤務していて、県は現在保育所に通っている子供や同僚、それに 同居している家族などの体調に異常がないか調べています。県によりますと、女性の海外の渡航歴はないく、体調不良とか感じ、以降、公共交通機関は使っていないということで、県は引き続き感染経路や女性の詳しい行動歴などのを検査、 することに 7, 7日と夜に開かれた臨時記者会見で山本一太知事は感染拡大の防止に必要な対策を講じるため引き続き情報を提供していきたい県,県,県民の皆様にはあと手洗いや席エチケットなどを改めてお願いするとともに 冷静な対応を,をお願いしたい、したいと呼びかけた。で、と次、太田市の小中は当面休校へ。ぐ群馬県、太田市は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、政府が小中,小中学校の臨時休校を要請したに対して、共働きの家庭などには影響が。お キーとして公立の小学校特別支援学校は休校していませんでしたが7日にと県内初めての感染者が市内で確認されたため9日から当面市内の公立小学校29校のすべても休校することを決定します市は希望する児童は小学校で受け入れることにしています 一方、特別支援学校は休校にしない方針だということです。まあ、僕はまあこれについてちょっと言いたいのは、あ、群馬県で出たな、出たんかということですね。やっぱり群馬って出ないと思ってたんですが、まあ、とうとう出た。ということで、まあ、まあ、やっぱり残念でありますね。でと、 この後、小中学校ともに休校。これは、小学校が休校していなかったため、していなかったんですね。なので、まあ、小学校をもともと休校しとけばよかったんじゃないかって僕は思います。中学校だけ、まあ、やっぱり中学校ってと人が、人が多く集まるところですが、やっぱり、そういう、 ところでやっぱり休校にしますが、やっぱり人が少ないところでは、あまり小学校とかはま休校にしていない傾向なんですね。なので、やっぱりこういう要請が受けたら必ず休校という形を取っていただけたらなと僕は思います。で、次に僕思うことは、ここですと女性はこの3日間、女性はこの間3日間、3日間、 には立ってマスクをしたり、早退したりして勤務していて、県は現在保育所に通っている子供や同僚、それに同居している家,の家族などの体調に異常がないいかかどうか調べています。というところで僕注目したいのは、ここです。女性はこの間3日間 三日にわたってマスクをしたり、早退したりして勤務していって、していた。っていうのです。やっぱり、やっぱり、保育士は人手不足って言います。なぜか皆さんわかりますか給料が少なすぎるんですよ。本当に肉体労働、肉体労働なのに、二十万ももらえない。ということはザラにあります。 なので、やっぱりこういう無理してい、行くっていうことがやっぱり多いんですよ。ですが、こんな新型コロナウイルスにかかってた。っていうことで、やっぱり、やっぱり問題視されているのは、やっぱり、給、給料面が悪いとか、だから、だから、保育士が来かない。保育士の免許取ったって、保育所に行かない人が、やっぱり多数多いんですよ。 なので、やっぱり、もうちょっと給料上げて、こういう、もっとこうに、子供たちのに接触する実感が少なくても、少なくてもよかったんじゃないかなと僕は思います。やっぱり体、体調不良でも来いっていうところなんかザラにあります。なので、やっぱり、やっぱりそういうところで、そういうところでは、 きちんと見、そういうのを見返して、これからの対策に対策していただけたらなって僕は思います。で、とこの後のとニュースでと、次の日、次の日に、とそのそうと、保育所の関係と子供と保護者が、 新型コロナウイルス。っていうことになりましたね。濃厚,かん濃厚接触者に関して。まあ、なので、やっぱり今回はやっぱり避けられなかったっていうところもやっぱりありますが、きちんと教育委員会とか話し合って、やっぱりそういう、今やっぱりと、保育園とかはやっぱり個人なん,個人なんです、基本的に。な,なので、やっぱりそういう。 私立保育園とか、県立保育園とか、町立保育園とか、町立保育園とか、村村、村立保育園とか、やっぱりそういう市とか、村、県である保育所保育園、幼稚園を増やしていっていただければなと僕は思います。やっぱり人手不足が、 何はやっぱり給料面。やっぱり給料って言と個人でや、個人でやってるので、やっぱり個人だと、その保育園が賄えられないので、結局は赤字になっていっちゃうんですよ。だから、ほだから保育士の給料も減っていく。へ、減ってって17、16らへんなんですよ、今。に、肉体労働なのにな。だからそういう面でやっぱり給料がつきねえから、 少ないから免許取ってもしないっていう方はやっぱりこの、この日本に何十万人いるわけなんですよ。そのな。のでやっぱりそう、そういう人がやっぱり働きたいくないのに給,給料面。やっぱりそういう給料面をきちんとでできるのが私立、県立、村立、町立。やっぱりそこら辺だ。そこら辺って。 町村市県でする、すればそういう給料面もやっぱり改善されて、やっぱり、やっぱり、やっぱりそういう保育士とかになる人がやっぱりどんどん増えて、増えていくんじゃないかなって僕は思います。まあ、では今回はこんなもので。 本日もご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押してくれるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではまた次回お会いしましょう。じゃあね